利己的な思いというものを横に置いて利他的なみんなを幸せにというそういう美しい心というものが常に思いのが出てくるようにしていかなければいけない。そうすれば自分の運命も好転していきますし、同時に自分の恐怖も良くなっていくし。